で、大勢じゃないと楽でいいね、なんか なんか、すんなりだったなんかさ、こじんまりした感じじゃなかった？こじんまりした感じだった。2人で十分な。でも磯貝さんがいたから3人で、メイクさんと磯貝さんと4人部屋みたいな感じだったね。ありがとうございます。ちょっとね、テレビがちょっと難しい。他のアイドルさんと話せましたか？でもご挨拶は、させていただいて 何このギフト アンパンバージョンもあるんや、すごいかわいい、ね、菓子パンみたいな。気になるくない？何のさ、あれじゃない？ご飯パン論争じゃない？私は最近はね、ご飯派ですね。そうなん、まあ、なんかでも定食求めとるイメージあるわ。学生の時は絶対パンだった、朝ごパンだった。でもなんかさ、あれによらん？時間帯によらん？でもシティ入ってからずっとご飯がいいな。朝も？私あのパンだったら絶対10本入りのチョコチップパンが絶対好きだった。あれね。まあそんなことはどうでもよくて、他のアイドルさんと話しましたよ。ジャムズさんはね、挨拶したし、写真も SNS に載ってるんですけど、みはるちゃんとかね、会いに来てくれて、狭間みはるちゃん。いや変わってなかった、可愛かったです。ね、ドラさんで一緒だったんですけど、今カレンのアイボリーさんに所属しててね、なんかずっと一緒よね、変わらんよね、もう。みたいな言ってくれ、もうこっちこそ可愛かった、キュルキュルキュル、本当にずっと女の子らしい そんな感じでね。でも基本はお決まりずっと楽屋にいましたね。磯貝さんと話してね、変わってなかったね、磯貝さん磯貝さん変わらず食に愛があってね。嬉しかったね、なんか在籍中からずっとご飯の話しとったけど、今日もずっとご飯の話なんか楽しみが食みたいな。食しかないからね、カノンは食しか楽しみがないみたいな すごい、なんか在籍中もそんなこと言っとった気がするなんなかと。ご飯なくて泣いとった。あ、そう、ご飯お腹空い一て。時ね、差し入れっていうかケータリングが簡易的なゼリーとおにぎりだばっかりの時があったよね。まあ夜公演だけとかだったから、今はね夜だけでも結構お弁当が出るんだけど、なんか何日か連続でおにぎりとなんかウィダーゼリー系だった懐時かに、しえ、そうよね、い。めっちゃ懐かしい。邪あっ険痩せた。とったよね私ら でもまあ夜だけだから確かにないのも分かるっちゃ分かるんやけど、今はね結構夜だけでもお弁当つけてくれることがあるんだけど、磯貝さんが「おにぎりやだ！」って言って大号泣するっていう時期がありましたね。持ち込み制だったんかな、あれって。おのおので持ってこんといけんかったんかな。いや、でも船で買っとる人多かったよね、船のなんかお弁当。私いなり寿司とか買ってたイメージ売店でね。ある。そうそう、売店で買うメンバーが多かった。懐かしい。そう思ったらなんか今はね、夜公演だけでもお弁当とかね差し入れもあって、確かに出るすね。ごい優しい。そうなんです、懐かしい。で今日は帰ってきてホテルなんですけども、ここは私の部屋なんですよ。私の部屋なんですけど、2人分取ってあるんですけど、部屋はそうです。舞ちゃんとね、まあ、ずっとここで「すずめの戸締まり」を見ようって言っで、おきて。ちゃんが9時半からだから、9時半だから「すずめのもう戸締まりすずめ間のに戸合う締よ」ってまりもう27ダッシュし分て。にもうマネージャーさんに「すいません、もう帰りますね」って言って 2人で上もう上がっダッシュてして、一緒に見よう一緒に一見緒にようっつけて、たら「めっちゃ楽始しまってるよ」とかって言って、これなんか始まりこんなシーンなみたいね、このなんかよう分からんねとか言ってたら、もう9時からだって、もう9時半じゃね、もうなんか蒼太さんが椅子になってなんもうか全どういう然ことみもうたいな。そう、途中から見始めたら分からん。そう、分からんずに「何これ何これ」ってなってて、もう「やめる？」ってなって、最初は実況配信しようと思ったんですよ、私は「金曜ロードショー」のね。なんかもうね、気づいたらもう終わっとるから、お返しモースは見れたじゃん。
お返しモースお返しモースのあの CM のシーンだけは見れたいけどあれ分からんよ。でも愛媛の話だったね。うん、うん、愛媛だった。そうなんですよ。西条、うん、西条西条西条の話やった。ね、こっちでも愛媛弁喋ってテレビの中でも愛媛弁喋ってね、愛媛ワールド広がってました。みちゃんも絶対9時半から金曜ロードショーは絶対9時半からだ。金曜ロードショー9時半からなんだって。最近私最近ね金曜ロードショー実況めっちゃするんよ、うん、で9時半から始めてるもん今日だけじゃあイレギュラーだった。絶対今日だけイレギュラーだと思う。泣いちゃったよ。だって泣けるんだやっぱ。へー、見てないんですよ。ツバメのじゃないわ、スズメのじゃない今ツバメって書いてあったコメントに。スズメスズメの。いやなんかあれやね、むずいよね。途中からは分からくない？分からん。もう30分見れてなかったらもうダメだ。 いや間に合うと思ったらね。え、21時開始、うん、え、嘘、ほぼ21時だよって言って。え、嘘、そうで、タワーありがとうございます。私この間ゴーストバスター見たけど21時半だった気がするんやけどな。え、あの掃除機、うん、初めて見たんやったし。そしたらね、うん、2からかな3からかなったんよ、うんうんうん、結構面白かったよ。お化け退治するみたいな。全然お化けじゃないよ。なんかねすごい、え、知ってますゴーストバスターの、なんかねマシュマロマンみたいなのが出てきて。マシュマロマン、なんかマシュマロのお化けみたいなのが出てくるんやけど、めっちゃ怖いんよ。なんかめっちゃちっちゃくて可愛いんだけど、なんかいっぱいおるんよ、ちっちゃいのが。ハラハラって言いながらこうよしろまってくるんよ、うん、でなんか仲間同士で虐殺を始めるんよ、うん、え、ちょっと見てほしい。ミシュランマンだよって。何ミシュランマンって。あ、マシュマロマン。マシュマロマン。え、すごい見てほしい。マシュマロマン。ゾンビ？あ、ゾンビじゃない。え、何何？ね、マシュマロマン。めっちゃ面白い。あ、マシュマロマン。コーラさんとはって書いてる。嘘。全然見つけれんくて、ありがとうございます。ありがとうわ。そう。お誕生日おめでとうタワーが、うん。ありがとうございます。まいちゃんハッピーバースデー、おめでぼう。おめでぼう何おめでぼうってそうじゃなくてぼうにしてみた。おめでぼう、メールじゃない、 LINE はさ、おめげどうやってあ、そっちか。 LINE 一応したんですよ。一応したとかやめてよ。あ、なんかイチゴ出てきた。本当だ、かわいい。どういうあれなんだ。ありがとうございます。ありがとうございます。まいちゃんはね、今日ね、私の部屋でね、あの二郎系ラーメンをテイあのウーバーしてね、すごかったよね。聞いてください、油辛めみたいな。なんかなのに、なんかおきちゃんにね言ったんですよ最初に。私今からラーメンウーバーするからって、うん、で二郎系だからもうすごい匂いするよって言ったら、いいよもういいよって言ってきて、うん、でも匂いすごいよって言って、うん、じゃあその出口の近くで食べてみたいな言われてね、そんなこと言うんだったら自分の部屋で食べるよみたいな、うん、言ったら、いいよここで食べて、ここで食べてみたいな感じやったっけんさ、うん、開けたのにさ、開けた瞬間に、うん、うわぁうわぁだから、ほんまに匂いがうわぁみたいな、なんか本当に、なんか私が強制的にここで食べるって言ったみたいな反応してきて、なんかいやいやいやってすごいね、テロリストみたいな匂いだった。いやいや、なんかさ、ダメだって、なんかそのさあ被害者面みたいなしてきた。違う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 、私やられましたみたいな。違う違う、いやいや自分がここで食べていいよとか。でもさ、ニンニク多めとかさ、油辛めは自分の意思でやっとるよね。ニンニク多めとかニンニクまあありにして、うん、でもさ、油辛めはさ別に匂いには関係せんげ。まいちゃん明日公演ないやろ。うん、まあ、私公演あるわけやん。さあ、よお洋服とかがさ、うん、もうでもさ、おきちゃんもさ見た瞬間に、え、一口ちょうだい。この人、うわーって言って口に、え、一口ちょうだい。私、チャーシュー大好き。え、一口ちょうだい。だこの人なんやねんとか思いながら、すごいなんか、被害者みたいな感じだけど。いや、美味しかったですよ。そう。濃かった、なんか。え、そうなの。辛めにしとるけね。いやー、そういうことか。油辛め。マシマシ。マシマシじゃないよ。ちょっと。あれしよう。何するの？充電。パンパカパンパンパン。白飯しそうになった。やばい。おしんとか連動して白目になる。なんかさ、あのさ、
あのプライベートではさこうやっちゃうけんさ、まいちゃん白目はやりがちやけんね癖になんでほんまにね、やめた方がいいぐらい白目するけんね、戻らんくなるよ、戻らんくなるよ。お決まり行こう。え、てかなんかさ、桜咲くのがさ遅かったけん、多分な7日も咲いとるよね広島。うん、私広島でまだ桜見てないから見たい。そう、ずっとなんか言っとる、今日東京の桜見て、え、そうタクシーで初めて見たみたいな。なんかめっちゃ人多くなかった？なんかライトアップされてて、タクシーで行く時目黒なのかな、うん、こう通ってたんですけど、すごい人がねめっちゃ多くて、なんかあるのかなって思ったら桜祭りとかやってたのかな、わかんないけど、いや桜見たいですね。ねえ、すごくまだ見てない。いや、目黒川？目黒川か。ほらなんかすごい桜。ねえ。桜有名なんだって。何桜が好き？って言ってきたけど、本当に桜の種類分かんなくて、ソメイヨシノしか知らんよっていう話をして。ソメイヨシノ。あとなんかしだれ桜みたいな、ね、しか知らんわ。で私が何種類あるんだろうって調べたら、桜は600種類ありますって言ってきて桜ってこんな種類あるんやって、アンミカさん、アンミカさんやんで桜は600種類あるんやでみたいなタクシーで撮ってて、私アンミカさんとは言ってない、舞ちゃんが勝手に言っただけアンミカさんやんで、そうね、品種改良されまくったんかなシェリーブロッサム。でもさ、そんなにさ見分けつかんのじゃない、もうそこまであったら。いや絶対つくよ。いや、つくやつもあるけど、さすがにさつかなさそうなのもある。桜ってさピンクのイメージあるけどさ、ピンクじゃないよね、白よね。白、うん、桜ソメイヨシノは白いから、ソメイヨシノがなんか一番有名なイメージある。あ、八重、何、八重桜、八重山桜、なんか聞いたことある。なんか八重って聞いたことない、桜で。そう言われたらそう、うん、聞いとる感じになってきた。八重桜、ソメイヨシノ、山桜、うん、八重桜、八重桜、なんか合体した。日本中咲かせば一年中咲いてるの見れるらしい。そうなん、探せばあるってこと？それあの北海道から沖縄に行かんでも？いや、行かんといけんのじゃない？日本中ってことは。いや、冬は沖縄行って、うん、夏は北海道行ったら見れるんじゃない？だからが？うん、秋はどっかで咲いとんじゃない？アーモンドの花ほぼ桜？そうなん？だ、いい音や。これセクハラですよね訴えようかなやばいやばい、不適切だった今の表現ほんまにごめん、ほんまにごめん、ちょっと気をつけるわ。やっぱ STU 今ね敏感やけん、そういうのにちょっとほんまにごめんな、謝ってくわ訴訟起こされる前に。信頼関係ゆえに成り立ってると思ってたけど、そうよね、ごめんね、ちょっと証明した方がいい。証明、うん、何の？お尻を無断で叩かない、うん、うんうん、叩かない、約束。じゃあまいちゃんも私のお尻を叩いちゃダメよ。約束できません。え、うん、中村舞は馬じゃありませんちょっと思い出した、この前のショールームを思い出してしまった競馬のあのなんだっけ、8回までだっけ、7回まで、7回まで、あの7回まで叩いてもいいみたいなやつ、ちょっと思い出してしまった舞ちゃんがなんだっけ、ショー始まりますよね次、桜のショー、競馬で次。そうなん、うん、さっき CM やっとった、それにまいちゃんで出馬しようかな私が馬なえ、競馬し大賀賞見ながら、え、桜見る？違う違う違う、そういうショーがあるんよ馬の。あ、そうなん、そうそう、それに出ようかなって。え、その出ようかなって出れる、かける方じゃなくて違う違う、出る方はな、騎手として中村舞子大賀賞だ、中村舞号に乗って
って言うかな。馬ってな、まるまる号な。なんかいろんな名前、うん、号ではないんじゃない？どうなんだろう。なんか馬娘しとったけどさ、なんか東海帝王みたいな、サイレンス鈴鹿みたいな、カタカナだった気がする。マイキュー帝王。かわいいじゃん。うん、9文字以内らしい。決めんとね、名前が大箇所までに。うん、へえ。お金払えば名前つけれるんだって。え、馬に？うん、じゃあどの馬に？え、どの馬でもじゃない？どういうこと？わからん、あの新しい馬じゃない？ねえ、わからんけど気性が荒そう。うん、絶対乗らない方がいい馬第一。まいちゃんがもし馬だったらさ、あのさ出た出馬するさ、あの箱みたいな最初入れられるやん、みんな。え、何それ。箱っていうか、なんかそのレースそのさあ、用意どうの時にさ、あの、一人ずつのボックスみたいな、あ、ゲート、多分あそこの時点でも暴れてると思うんで、あのボックスを壊して危険になってると思う。多分ね、試合終了、あの試合前に終了してると思う。あ、ちょっと想像つくよ。舞ちゃんが馬だったらシリーズね。暴れ馬。リコーチって馬がいるらしいよ。どういうこと？いや、馬の名前じゃない、リコーチって馬だって。リコチが馬だったらさ、多分さ、なんか多分あれだと思う、後ろの方とかにこうお客さんとかがお菓子とか持っとったら、そっち行ってさ走らなさそうじゃない？え、なんでお菓子の方に行く？うん、リコチそんな好きなの？お菓子、お菓子がっていうかさ、他のことに興味が移ったらさ、そっちに行きそうじゃない？ちょっと STU ウマ娘できるよ。リネタンもやばそう。え、どうなんだろう、リネタン。リネタンどうなんだろうね。面白いと思うけど。リネタンかわいい。リネタンは走るよ、誰よりも気合を入れて走るよ。めっちゃ謝りながら走りそうじゃない？すいません、どけてくださいって言いながら走りそうじゃない？なんか先輩の馬とか抜かすときにさすいません、お疲れ様です、おはようございます、お疲れ様です、ありがとうございました全部の挨拶を言いながら通り抜けてきそうじゃない？でも確かにリネタ挨拶、リネタのすごいしてくれそう。めっちゃ挨拶してくれるんですよ、リネタ。でもね、挨拶しすぎてね、すごい、いやでもいいよね、なんか外仕事の時にリネタおったらさ、めっちゃ雰囲気いいもんね、うん、でもすごいんですよ、本当に全ての挨拶を一回に。え、どういうこと？こう朝会ったりとかするやん、でさ、なんか個人的に挨拶やれんかった場合とかあるじゃん、なんかこう事務所とか入って、うん、みんないっぱいおって、なんかみんなに対しておはようございますって言っとるけど、うん、一人一人に対しては言ってないみたいな時、うん、で事務所行って、で現場までタクシー乗るってなるじゃん、うん、乗った瞬間タクシーの中で奥さんおはようございます、お疲れ様ですみたいないや、さっき全体に言ったんだけどみたいな。あー、なるほどね、また個人でも言ってくれるんや、なんかすごい挨拶の。確かに、でもさ、現場行ってさ、いっぱい人がおるけどさ、うん、あれよね、難しいよね、一人一人に言うのって。いやでもリネタおはようぐらい、リネタはすごいね、もう一人一人に言ってるのがすごいなって思いますね、うん、し、うん、三方向にもお辞儀するしね、うん、おにぎりもらった。おにぎりのタワーってこと？すごい、おにぎりのクマありが、おにぎりくま具になったってこと？くまが？うん、ありがとうございます。おにぎり飾
金友さんおめでとうございますありがとうございます。ありがとうございます。いつからこんな、今日からギフト出たんですかね。ね、なんかさ、いろんなギフト出るよね、ショールーム。え、マジでさ、私4月さ、最初の方ショールームやってなくて、なんか一昨日ぐらいに始めたら、したらね、だから嘘だよ嘘だよ嘘だよって言われてね、来た、何これ何これって言ったら、なんかみんながなんかまだ投げないといけないんだみたいな、えっ、って言ったら、なんか強制的にもらわされて、投げないとなくならないから投げさせてみたいな。そうなの、なくならんの。そう、なくならないらしくて、投げないと、まだでもあるよね。そうそうそう。私もらったのかな。うん、来てるよ。そう、じゃあ投げに行くね、おきちゃんのところ。イラおきちゃんのルームに投げに行くね。イラ課金してくれで、いや待って、みんな落ち着こうよ、これやったら止まるんだよって。どういうこと？あの、配信が重くなっちゃうよって言ったら、重いね、うん、そしたらみんなが止まったんよ、うん、で、こういうのは私が嘘をついた時に、うん、嘘だよタワーを投げようって言ったら、その日の配信で私は本当のこと言ったのに全部嘘だよみたいな、投げられる。それ1日？うん、じゃなくて、全然3日とか言った瞬間にみんながさ嘘だよってでもこれね、みんなね、多分マジで投げんといけんけんね、投げんとなくならんけんね。でもさ、なんか7日までなんでしょ。7日過ぎたらなくなりそうじゃない。7日までにこなせみたいなミッション。こなせではないだろうけど、やっぱショールームを見るものとしてなくしたいんじゃない。やっぱね、高橋名人のごとくタタタタタタってやるべきなんじゃない。これがね、そんなね、これさ、メンバーめっちゃ怒っとるらしいやん。それ聞いてさ、なんかさ、誰かが投票モードにしてたよみたいな、めっちゃ愛子人それ聞いてさ、めっちゃ面白くてさ、私も投げに行こうかなって思った、うん、じゃあ私もまいちゃんに投げに行くね。くんな、行くよ、くんな。しょうきちゃんの配信見てるよ。ほんまにやめてほしい。え、気まずい気まずい。なんで？歌っとるなとかも言いながら。え、しかもお姉ちゃんとかと見よる？そう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 。え、やめてほしい。私のお父さんがめっちゃなんか最近姉級推しらしくて、会ったことは多分1回しかないんだけど。そうよね。しかもさ、その本当に加入してすぐじゃない？え、そうそうそう、契約一緒に書きに行った日が、ドラさんの親とかも一緒におって、うん、毎日お姉ちゃんと来とって、その時に初めて見た。しんけど、この間お父さんとご飯食べて、なんか、わしは姉球が好きやなみたいな、姉球推しって言われて、うん、え、姉球見たことあるって言ったら、1回しかない。私の配信で見たんだ。配信で見たんだ。もうちょっと毎球中村は姉球に優しくしてやれって言う。だいたい私のことを中村って呼んでる時点でダメやって。配信を見るな。おきちゃんのお父さん、配信を見るな。まいちゃんのこと好きらしいよ。いや、私のこと中村って呼んでる時点でやっぱダメだってじゃあマイキューって呼ぶように言っとくね。中村よりも姉キューって言ったんでしょ。そうやね、よくないって。姉キューも中村じゃん。確かに、どっちも中村やった。でお父さん多分恥ずかしいん、シャイボーイやけん。姉貴、お誕生日おめでとうございますって言っとったよ。パパ、パピー野球しようぜ中村。え、それジャイアン？違うよサザエさん。あ、中島え、中島磯野。うん、中島。サザエさんのさ、私と同い年なの知っとる？サザエさんって、サザエさんが、うん、24歳なんて、めっちゃ若くない？そうな、24歳でさ、タラちゃんおるってすごくない？待って、時代もあるだろうけど、うん、この間その話してね、びっくりした。で、波平がめっちゃ若いんよ、54歳とかなんよ。
あ、そうなん。すごくない？でもさ、確かに会社員やもんね。働いとるよね、うん、マスオさんと同じ会社で。そう、海山商事ね。詳しい。すごくない？ナミヘイさん。でもね、私この間サザエさんの話で盛り上がったけど、ナミヘイさんってなんかデスクの上に何も置いてないんよ。うん、やけん仕事してないってこと？え、そう、窓際社員じゃないかみたいな。何窓際社員って？仕事がなくて、ね、仕事がないけん窓際に追いやられてる、説が出てるみたいな。偉い人なんじゃない？逆に？でも部長とかなんかな、うん、でも年収すごいよみたいな、みんなが教えてくれた。そうなんだ。そうなんか分からんけど、海山商事がね、いいんですかね。お休みって言われる。あ、そうや、世田谷住まいですからね。そうなん？あの、ちっちゃいですね。ね、おやすみ。ちょっと男女呼ぶけ。私も男女呼ぶ。はやりんごさん、ふぐちゃんまるさん、とおるさん、いずみんさん、ふぐたろさん、くまねパパさん、かねともさん、誕生日おめでとう、コーラさん、しーささん、かずさん、ピロミンさん、きなぺこさん、今日もあんずの笑顔が誰かを救うさん。じゃあ、あおさん、じゅりさん、しろくまさん、まかさん、かずのえさん、しおさん、かおいちゃさん、のすけさん、トマトポさん、てりーぴーさん、えりおさん、じゅんちゃん、むしおとこさんでした。ありがとうございました。大好きやで。ありがとう。ありがとうございました。おやすみなさいませ。おやまん。おやまん。おやまん。バイバイ。明日は公演です。よろしくお願いします。バイバイ。あ、クリボーや。ちゃんと言ってかな、クリボー。私で、私のですって。取られるよ。取られるよ。ボー、あの人に。おやすみなさい。おやすみなさい。できんわ。